荒れ続ける東京湾。全日空機遭難からすでに1週間、遺体捜索は困難を極めている。しかし問題の727機は休むことなく飛び続ける。2月12日、原因解明の重要な決め手と思われるエンジンの一つが引き上げられた。爆発の跡は全くない。見事な機体を見るも無残に打ち砕いたものは何か。飛行機自体の欠陥か、それとも操縦士なのか。727、エンジンを尾翼へつけたため、主翼の機能を十分に発揮することができる。マッハ 0.9 という素晴らしいスピード、短い滑走路、少ない騒音と振動、あらゆる事故に対する二重三重の安全装置、それに経済性、ありとあらゆるものがこの巨大な機体の中に詰め込まれている。かくして操縦するパイロットには膨大な知識を要求することとなる。自家用航空操縦免許、事業用航空操縦免許、上級事業用航空操縦免許、定期運送航空操縦免許、機種別の証明書、通信士の免許、語学力があり、滞空3000時間以上、容姿端麗、身体強健、思想穏健。これはジェット旅客機の機長の条件だ。パイロットのほかもう一人の主役がいる。それは空の交通整理を行う管制官たちだ。肉眼で広い空港上の飛行機を整理するため、床の絨毯がすり減るほど歩き続ける。近年、翼の利用者は激増の一途をたどり、その上航空業者が入り乱れて激しい競争を続けている。羽田上空は超満員、衝突事故寸前の状態なのだ。折も折、2月9日、大阪では再び大惨事を引き起こすところであった。しかし1日8時間の激食で超満員の空をさばいている管制官を責めても問題は解決されない。たまりかねた中村運輸大臣は5大航空社長を集めて安全輸送の再確認と同時に企業再編成を求めた。しかし失われた生命は帰らない。事故の日から11日目、また一人の遺骨が帰ってゆく。その頃、墜落した727も無残な姿で帰ってきた。惨事の原因は飛行機自身か、パイロットか。しかし現代文明のこの空白点はもう航空科学だけでは埋めることができないのではないか。